はい、2月1日11時です。11時で、さっき約定されてたんで振り返りたいと思います。今は実はね、仕事中で、車の中で待機中です。ユーロ円です。ユーロ円で約定履歴、はい、これです。夜の6時に入って10時10分に約定されてました。約4時間ですね。約4時間ユーロ円です。今回もね、いい取引だったんですよ。僕の鉄板ルールですよね。はい。ほら、わかりやすい。ここの部分見てください。ここの部分。分かりにくいな。これ冷やしで、ちょっとほなこうしましょうか。これの方が分かりやすいですね。はい、こうトレンドライン引きました。で、はい、ここまで取った感じです。ここまで前回の最高値までね。はい、ここはズドーンと上上がってるでしょ。これマンタトライアングルですよ。のここの部分を取った感じです。これが30ピップスありましたね。日足なんで、今日1日がこの1本なんですが、ここのレンジを抜けたらストーンと上まで行くだろうなっていうのを見越してやりました。でマンタトライアングルに関してはここをクリックしたら出るようにしておきます。なので約4時間ですけどね、30ピップスですけど、かなりいいトレードだったと思います。まあそんなところかな。ちょっとね、仕事中なんでね、あんまり長くも YouTube 撮れないので、まあこれぐらいにしときます。要するにこの部分を撮った感じです。こういう風にこう MACD 引いて、違うトレンドライン引いて、で MACD も上向いてます。なので最高値まで撮った感じですよね。はい、これもしっかり MACD 上向いてるんでね。はい、というわけで約4時間、まあ今回はちょっと簡単に、これから仕事まだちょっと仕事残ってるんで、これぐらいにしておきます。よかったらチャンネル登録お願いします。ここをクリックしたら出るようにしておきます。以上です。